はいどうも、妖怪チップニプに今回もやっていきます。サーカ使った無課金攻略、今回はね来ましたね、なんかね、大王軍の復刻もやってるんですけど、これが今日までね、つくよみさんだけ特攻があるのかな。うん、あ、四天王寺かな、つながりやすいってやつでね、数えきれないと。でタップでデカプにスサノオさん、スーさんね。うん、でも結構みんないいよね。カチカチもいいし、本来だったらね回したいところだね。結構一瞬で数えきれない系多いね。一応特攻がね、今日ごめんなさい、ニャンボ回すんですけど、特攻ちゃんが多分明日また超特攻が増えるのかな、ジャオーグの方ね、きっとね。で不動明王が、なんか不動明王なんか活躍度修正って書いてあるな。はい、で今特大特攻ね、闇絵馬来てますね。おはじき特大特攻はないのかなって感じですね。はい、じゃあ行きましょう。一応ね、闇絵馬特大特攻中、あとはいつものね週末キャンペーン、これでね今回ほんと幻獣総流すげえ出にくいんでそう、今3番目のアカウント実はやってんだけど全然出なくてさ。はい、でニャンボね行きましょう。結構間隔が前回から空いてないので、福龍さんですね。福龍さんはまた一瞬で数えきれない系で、パズル開始時に妖怪プニがデカプニで降ってくる。開始時に、このスキル初かな。でデカプニを消すと自分の技ゲージ溜まる。まあこれいいね。はい、花嫁御霊、ちょっと花嫁って6月ももう終わりを迎えようとしててちょっと遅いなはい、回しましょう。 1.2% 最近 1.2% だからね、本当ゲットチャンスかなりあるかな。前回ね私3番目のアカウントでね、この竜神覚醒リュータが出まして、ちょっといい感じになってますかね。ブシニャンフューチャーとかそういうのいいね。オロチシュウもまあまあいいし、いいですね。ヒコボシアマテラスもいますね。そしてライコブシニャンもいつ入れてくれて、パンドーラもいいね。いいんじゃないですかね。はい、でクリスタルもいて、あ、SSS にクリスタルね、これもありがたい。バンバラヤもいて、極妖怪もいて、そしてダンドリーもちゃんといてくれてね。はい、行きましょう。ということで今回何枚引けるのかな、2枚か。であとミッションがあるんで3枚ずつね引こうと思います。いつもねアイポイントもらえるから、まあ地味にありがたいかな。あと福龍さんのミッションもなんかできてますね。これはゲットした方、限界突破どうなんだろうな。はい、行きましょう。で一応ね、進捗をお伝えすると、これメインアカウントでまだね特攻ゼロで44回の6回ですね。時計があれだな。で元気ドリンクはね17個、で本当はねドロップしてんだけど、それはまたちょっと別途やりますはい、じゃあ行きましょう。3枚でから3赤でね9枚増したいと思います。いやでも私最近ねニャンボ好調なんですよ。今年はねガオーカイラも出したし、戦術も出したしね。でこの前このアカウントはギラコマ出したね。行きましょう。9連八頭身 ZZZ でも八頭身だったな。前はこれねかなりいい特攻妖怪だったね、その当時のイベントは。さあ2枚目、 SSS でも結構いいの引いてほしいな。よいしょ。おお、ザ・バイパーか。
SSS 来ましたね。クリスタルブシニャンとかマジで欲しいな。さあ一応 SSS が出たからなんとなく気分はもういいんですけど、圧倒心は確定だね。 SS 以上。おお、エンマブレードだ。なるほどね。はい、という感じでございました。一応ねずっと言ってるけど、あのクリスタルブシニャンとかね出てくれると、ここの辺のね攻撃力とか基本性能系なんでね、あと極妖怪ね、極吹雪姫持ってないのかな、あとなんだっけ、カチカチタチでもいいね。これ今回いないかな。はい、なんでこの辺が出てくれると、持ってないやつがね出てくれると嬉しいかなって感じですね。はい、じゃあ2番目のアカウントいきましょう。はい、これ2番目のアカウントで、このアカウントはカイラだけ持ってるかな。で6までやってて、時計もそろそろ行きたいね。で元気ドリンク21個で、まあ、これもね結構ドロップしてます。あとでこれもちょっと別の動画でお見せしますはい、じゃあ行きましょう。ああそうだ、ミッションだね。でもワイポイント嬉しいな、やっぱりこれでガシャが回せるもんね。またねそこまで行ってないけどね、そこらに近いまで。一応イベントの方の、あ、イベントクエストもねいただいておきましょう。あーこいつやってなかった、ちょっと待ってね。はい、これねステージ20で一度に27国でしたね。はい、なんとか土の子も終わって、あれ、あーそうだそうだ、闇エンマ倒してなかった。ちょっとこれごめん、やっちゃいました。ちょっとこれそうだ、あのアニメーションで最後ボス倒すときにこれ撮っとこうと思ったんだけど、そうだこれもこの動画どっかで残しておかないとな。最後ね将棋バーン倒したときにこのセリフを後で使いたかったんだよな。でも倒さないとチケットもらえないんだよ。という感じでね、これ最後やっぱキーバーン倒したらなんかセリフあんだよねきっとね。まだ倒してないから将棋は終わりなのかな。はい、というわけでごめんね。よいしょ、これでいけたはずだ。よいしょ、さあね、もう回しましょう。ちょっとごめんなさい。でもワイポイントねギリギリ溜まってきましたね。3枚、バカズキンチャンスちょっと運をね落として、私のおまじないですね。ああバカズキンチャンスじゃなくて忘れん坊チャンスか。 E ランクの次にはきっといい妖怪が出るだろうっていうね。でも E ランクなんて10体もないぐらいだから超レア妖怪だよね。さあ確定ウィスパーじゃなくて8頭身ウィスパーか。ボン、おおキラコマスーパースター。前回このアカウントだけはねキラコマ全然できなかったんだよね。また確率ステージに出てほしいな。限界突破までいかなかったんだよな。ボン、おおチョコリーナ、お初ゲットか。まあ何にせよ初ゲットは嬉しいねサブアカちゃんだからな。さあちょっと SS2 体じゃ3体じゃ寂しいぞ。 SS 出るならダンドリーがなー、いいな。さあ来い。おお昔だったら超嬉しいけど時空神来ました。なんか SSS がこれで一応大きな声出しちゃったけど2回目ですね。懐かしいな、閻魔武道会全然勝てなかったんだよなこの頃な。という感じで SSS
今のところ SS2 体出て SSS が1体っていう、なんかそんな流れになってますね。これね、カチ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 って懐かしいな。はい、じゃあ3番目いきましょう。はい、これ3番目のアカウントで、現時47回、白子ね、47回で、そう、8回なんだよね。で、ちょっと元気ドリンクは、内緒ということで、ちょっとね、7、8、9やった動画をこの後ね、アップしようと思ってますんで、はい、それで総理をね、なるかな。一応、このアカウント、カイラとね、今、両方持ってて、まあ、両方いいよね、今回の ZZ ね。ZZZ だったらもっといいのにっていうね。エンマもあのね、デカプニ4つがボーンって出てくるの、あれいいしね。カイラもデカプニの攻撃力アップだしね。はい。さあ、行きましょう。あ、これもごめん。ミッションもらってなかった。いや、ワイポイントこれでいいね。はい、というわけで、ごめんなさい、回しましょう。さあ、Z 以上出てほしいね、そろそろ。でもやっぱ超ニャンボになってからいいよね。で、もともと私ね、太陽神がニャンボで出たことがあって、そっから楽しくなったんだよね、プニプニが。それまで全然楽しくなかった。おお、いいじゃん。 ZZ か。アマテラスってちょうどニャンボ妖怪ですね。これこの前の竜神に続いていいですね。これ強いのかな。ちょっと後で見ましょうか。そう、話しとっちゃったけどね、太陽神出てからかなりやる気が出てね。だからいいね。いや、今回も良かったね。 SSS もちゃんと出たし、おお、ダンドリー限界突破、理想的ですね。さあ、ラストも SSS でなんかクリスタルとか極妖怪とか出てくれたら完璧よ。まあでも SS みたいのって感じなのかな。 ZZ 来た今回。ああ、まあいいでしょう初ゲットだし、ヤマタンね。はい、ということで、今回もなんと、ちょっと、どうしよう、必殺の秘伝書、ないや。必殺技見ることができないんですけど、ZZ 来ましたね。前回ね、そうなの、前回、竜神来てくれたんですよ。この、そう。前回が、この、誰だっけ。ZZZ 来てくれたんだけどね、リュータがね。今回 ZZ 来てくれました。しかもこれはイベントですけど、こっちのね、アマテラスはニャンボ妖怪だよね、確かね。違ったっけつくよみ、まあそうだよね、時期的に七夕ニャンボじゃないのって感じがするんだけど、どうなんだろう。自身の技ゲージが溜まった状態でスタートの ZZ か。で、自分以外の妖怪プニが必殺技を使った時に発動、自身の技ゲージが溜まるとかね。銀河に流れる星々を導くため彦星の姿となったアマテラス、笹の葉が揺らめく横笛でいいのかな、の音色に導かれた星々は天の川となり、七夕の夜を神秘的に照らすということで、最近アマテラスめっちゃ出てくるけど、デカプニ4つ作り周囲を消すって、これあれか、だからさっき言った今回のエンマとかフュードレッドとか、あとなんだっけ、あのぷよぷよのなんかあの子ねあの子だよとかと一緒かな。これか、エンマと一緒、これだよね、一緒だよね、フィードレッドとかと一緒だから。あ、いいね、俺この必殺好きなんだよね。はい、なんで ZZ 来たということで、今回もねいいガシャになってくれました。あのぷよぷよのサタンみたいな子、うん、サタンじゃない方か、なんか女の子の方だよね。
はい、じゃあ今回こんな感じにしましょう。三赤使った攻略の方は明日おそらくジャオーグのね復刻あると思うんですけど、うん。であとねこのアカウント多分ね10までクリアしてもね多分倒せないと思うんですけどねなんですけど時計はね10倒したら多分ゲットできると思うので、はい、あ9で9あ8でもいけんのか、はい、あこれでいけんな、なんで時計はねゲットしたいなと思います。はい、じゃあ今回こんな感じで最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、いいね、一応個人的にはまあ SSS3 体じゃなくてよかったかなって感じですかね。はい、じゃあすいません、またお会いしましょう。さようなら。 伏龍の方が確率高いじゃんっていう感じだけどね。あとブシニャンフューチャー来てくれた方があれか、この転生枠でよかったのかな。はい、まあでもよかったですね。また頑張ります。